今週になってから円安株高の基調にちょっと聞いたあったんでしょ。高値安の規模の違いをこう引くならば、半値戻しがこう3461円、中国株が最近走行してきてるんですよ。また日経平均上昇要因が空売り急増、ビックスとバックリーでプロス形成、日経平均の情報修正、 AI 半導体株の急騰、新ニーサチャイナまで、一番下のチャイナまでだけど、マグロさん、この中で小生数の欲しい銘柄ありましたか？欲しい銘柄ってこと買ってるので、ね、上がってましたけど、持ってる銘柄を。25日夜の10時ですね。ライブ配信やりましょうか。で、日経平均上昇ですね。368円高かな。で、トピックスがより上がってて、バリュー株がやってきたぞ、上昇が、というところで、緊急事態ですね。まあ、で、僕もバリュー株、皆さんご存知の通り、そっちの方に結構振ってたので、今日はうまうまな状況で、アンケートを見た形でも、全体的にこの今の今日の流れに関しては乗れてるというところで、皆さん含み益マシマシみたいですね。なのでそこあたりもひっくるめて、一応その想定内でマーケット動いてますから、状況のアップデートやっていきましょうか。やばかったね、今日ね、含み益マシマシなんだが。バリュー株が吹っ飛んで、8%、9% 上がってる銘柄とか持ってるんですよ、今日。やばって思って、はい。直近仕込んでたバリュー株も全般的に上がってきてくれたから、日本株のね、資産がちょっと増えてきてくれると。その反面で、ね、ちょっと米国株の方が下がってるんでね。そこがね、どうなるかですよね。半導体株、NVIDIA、急落でございます。まあ、下がってくることに関しては、まあ、ここあたりぐらいまではとりあえずは行くよねっていうのは、分かってたので、120ドルぐらいまではね、一旦押すよね、押しそうだよねって話したじゃないですか。120ドルっていうか、まあ、ボリンジャーバンドの中央線と25日ラインまでの修正かな。そこまで、昨晩入って、プレで今若干上がってるような形だね。で、ETF 経由で、いくらだったっけな、確か7兆ドルぐらいかな。先週1週間で買いが入ってるみたいな、みたいなさ、7兆ドルだったっけな、いくらだったっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、結構ね、7億ドルやったっけ、買いの手が戸高値で入ってて捕まってる人が多いみたいなんですよね。やっぱね、安く買って高く売るっていうところがやっぱし重要だよね。やっと含み益に好転、このまま上がってって、本屋あゆさんで上がってほしいね、このまんまね。上がってほしい。米国株もね、一旦ね、切り返してほしいな。まあでも米国持ってる米国株長期だからな。まあ、日本株の方増えてほしいなってところですね、どちらかというとね。何？新越が上げてくれた半導体なのにって、半導体全部が全部悪いってわけではないよね。レーザーテックとかディスコとか結構下がってたけど、ディスコ結構下がったのかな。で、レーザーテックに関しては200日移動平均線を割るかどうかってところまで下がってたから、5日と200日とデッドクロス形成が入ると目先ちょっと需給悪くなってる分ムードが悪くなったりする可能性あるよね。まあ、半導体株は直近触れてないからさ、全然。はい。もう上がりきってるところに関してはもう目先で、ね、目先上がってるところに関してはもう興味ないので、僕は徹底的に安いところを仕込みに行ってましたけどね。特に投げられてる銘柄、信用取引で。そういったところを2、3ヶ月後に大きく開花してくれたらなと思ってやってはいるけれども、ヤストデンさん、皆さんすごいおめでとうございます。私も早く株式投資始めたい。毎日様子見て。まあね、打診外からやっぱスタートしていくっていうのが重要だからね。で、アンケートも今やってるんだけど、皆さんどんどん回答していってくださいね。今日実利含み益増えた人、はい、含み益減、含み損様子見。この4択いつものやっていきましょう。もう見た感じ、もうみんな儲かってる。やったね。バリューカムみんなね、僕もやってるって言ったし、だいたいまあみんなもうバリューカム仕込みに行ってたもんね。今安いところ。やったね。昨日の今日でこう上げてくれたらなんかすごい面白いんだけどね。明日も続いてほしいなぁ。どうなんだろう。及川さん、明日水曜日の日経平均株価指数は下がる確率が高いみたいです。しかしながら6月の権利確定日なので上がるかもしれませんねって。個別なんじゃないんですか。半導体株とかそっち系がちょっとバリュー株の方に資金がシフトしているので、そっちが上げてくれたら僕は全然構わへんよって感じですね。ハイテク系は下げてくれても全然構わへんけど、構わへんってわけじゃないけど、なんか狙ってるところのそっちの方が上がってくれたらなっていうふうには思ってますけどね。はい。何？今日上げてた時給悪い銘柄は明日下がると思うと、ものによると思いますね。戻り売りが出やすいのでやっぱし、はい、そこは注意ですね。東京会場ほう、この壁ドンパターンは回避ですね。で、上がってるので、ここに関しては引けた金だからしばらく様子見ですね。はい。ここに関しては。ここ東京会場を5317円で300株持ってます。そろそろ売った方がいいですかね。100株売っとけばいいんじゃないですか。
そういうことであったら、上昇方向にバンドオフになるなら、バンドオフ終了のサインが出るまで様子見です。マックにゴールデンクロス形成間近で、ストキャスティックスは別に加熱のラインが入ってないから、なのでこの壁ドンパターンは、一旦まあ、ここはもうなしですね。で、5日と25日とデッドクロス形成が入ってきたらまずいんだけど、それがまだ形成されてないんですよ。それが入るまでは、しばらく様子見ておくっていう形でいいんじゃないかなっていうふうに思います。ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインと25日ラインをボトムラインとした上下波動を形成中なので、重要なラインは25日。5日と25日とデッドクロス形成が入らない限りは、目先は、この対局は、まだまだってところ。で、注意しなくちゃいけないのが RSI の下値ライン。そこだけちょっとケア。将来的に、ここのラインを割ったらまずそうだよねってところを認識してやっていくっていう形かな。はい。そんな感じですね。マーシーさん、長文ありがとう。読むの大変だな。6503、具体的に書いてくれてるのかな。三菱電機、中長期で1000株購入を検討しています。バンドオフしてましたが、パラボリックが冷やしに近づき、マックディゴールデンクロスが近づいています。ストキャスティックスあるという、組 ?RSI の高値を切り上げそうに見えました。また改ざんが増え続けていることは少し気になっていますが、先週から出来高も復平始めていたので、そろそろ切り返してくれるのではと思っています。はい。まあ、頭取ったところは前、ずいぶん前に話していた通りのところなのかな。で、一旦ここの壁ドンパターンはならずに上の方に切り返して、ここで壁ズドンパターンに発展してから下に落ちたと。で、バンドオフ終了後の動きならば、一旦ボリバーの中央線25日までの軌道修正が入りやすそうだよねっていうところではあるんだけど、長期か、この銘柄を。中長期？目先の利益とかじゃなくてってこと？バリエーションは ?PR16.8、PBR1.4、1倍配当利回り 1.96%、 信用改ざんは、まあ、若干増えてて、若干じゃないんですけど増えてて17倍ですね。制度信用倍率がね、回転効いてないんですよね。目先の動きに関してはボリバの中央線25日ラインにタッチした段階でまた売り圧力が戻り売りが出ないかどうかってところですよね。信用取引で買われてる銘柄なので、で配当利回りたった 1.96% でしょ。長期なのこれが。値上がり取りに行くってこと？5兆3654億の株を？ここから2倍になるのかな？ってところ考えると、なんか、そんなことはないような感じするんですけどね。だってここから株価倍になるってことは10兆円になるってことっすよね。時価総額か。かなりでかいっすよ。これ普通に、中長期っていうよりも値上がりを目先取りに行くっていう感じなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。まあ、もっとお金入ってくるかもわかんないんでね。あれですけど、バリエーションのところ、決算したいだけど、1.6倍ぐらい。ここの、まあ、2倍ぐらいまで PBR が上がったところもあるからね。とりあえず目先は、ここで変な動き、ここにタッチして変な動きが入んないかどうかってところを見るところかな。そんな感じですね。もうちょ、長期で、もうちょっとその長期ならね、高配当とかそういったところを狙っていきたいなとかあるけどね。どこかなと気をつけなくちゃいけないのは。まあ、高値期日通過した後どうなるかだよね。まあ、三菱電機に関してはとりあえずそんな感じかな。時給の重たさっていうのが分かってるんだったら、目先、ここでの売り圧力どう入るかってところを見てた方がいいのかなっていう気はしますけど、7203、トヨタも上がったね。3448円、3448円で200株、ここで200株エントリーしたってことですか。で、一旦下スパーンって1割下がって、元に戻してきたってことですね。今後の予想どうでしょうか、分析お願いします。その前に、ここあたりで、難品かけてたか、まあ、ここあたりでか、昨日とかの動き見てから、買ってたかどうかってところがちょっと気になるはするかな。昨日の動きは、やっぱし、結構違ったからね、今週。第一発目月曜日の動きって昨日の夕方の配信でも言ってましたけど、明らかに先週までとちょっと動き方が違ったってのは夕方の配信見てる人だったら、分かってるところだとは思うんですよ。で円安影響かなって、そうだね。違ったもんね、動き方がね。日頃の夕方の配信をずーっと見てる人だったら、そこの変化に気づけた人は、結構いたんじゃないかなっていうふうに思いたいところですけど、昨日はね、動き方がやっぱちょっと違ったよ。全体的に。で、昨日の今日でこんだけこうバーンって上がってくれたんでしょ？はい。嬉しかったけどさ。まず、一つ言えることは、ここで買ったことですよね。そこに対する、ちょっとすいません、ダメ出しさせてください。ここで、
5日投与はその、じゃあ、50日と75日のデッドクロス形成であったりとか、5日と100日のデッドクロス形成であったりとか、そういったところで、そういったその、目先のデッドクロス形成が見えてる段階でエントリーしてしまったっていうところ、これね、最近の分析依頼のところでも結構あるんですよ。デッドクロス形成が目先見えてるのに、なんかその、待てずに、ポチってか、バイのボタンを押してから下の方に突っ込んでて、含み損になってしまったっていうパターンの、要はその、分析依頼が結構飛んでくるんですけど、ダメ出し。まずはね、なんでダメだったのか、なんでその、買ったところから下がってしまったのかってところの検証ね。やっぱそこが分かってないと同じミスを繰り返すので、もったいないじゃないですか。やっぱそのデッドクロス形成が見え隠れしてる段階では、クロスした後のリアクションを見てから、もうちょっと考えるっていうところをしっかりと、守ってもらうっていうか、一つのルールとして設定しておいてもらうと、こういったところで、つまずくことが目先ないと思うんですよね。で、今上げてくれてるんだけど、まだ含み損状態じゃないですか、3400円ってことは。ワンチャンで50日ラインぐらいまで上がってくる可能性が、ボリバーのプラス2シグマラインまで戻ってくる可能性が出てきてるので、ちょっと見たいっていうところあるけど、まずそこを意識するってことですよね。結構このパターンで、要はその、買って含み損なんですけど、どうしたらいいですかっていう質問来るんで、皆さん必ず覚えておいてくださいね。要こういったパターンが出るってことは、再現性があるってことだからね。下げてくる可能性っていうところで。なんで、デッドクロス組みそうやったら、ちょっと1日2日待つってところ。で、これ昨日も言ったんですけど、RSI の上値ライン抜けであったり、MACD のゴールデンクロス形成であったりってところが、やっぱし見えてたので、昨日の動きを見てから、ちょっとその、難品っていうか、安いところで買い増しっていうところをしててもらうと、今状況少し違うのかなっていうふうには思うんですよ。なので、まずそこですよね。まずそこですよね。特にやっぱし円安、トヨタ株安の基調が最近強かったんだから、で、それが今週になってから円安株高の基調にちょっと切り替わったわけでしょ。なんで、とりあえずそこをまず抑えておこうよねっていうところと、そこからじゃあ今から今後どうなのかってところなんですけど、ストキャスティックスとかまだ過熱感は伴ってないんですよ。なのでまだね、上昇余力は残ってるって形なんだけど、高値安のフィボナッチラインをこう引くならば、半値戻しがここ3461円、ここあたりで変な動きしないかどうかを次チェックしていくってとこですよね。ちょっとこれごちゃごちゃしてるので、そんな感じですね。今日結構そのしっかり戻ったし、5日と25日、日足が25日ラインを抜けてきてるので、あとは5日と25日のゴールデンクロス形成が入ってくれると、ちょっといい感じになるかなっていうところはあるかな。要はその、ボリバーの中央線25日ラインが天井ラインとしてかなり意識されてたので、抵抗ライン、我の抵抗ラインとして、で、これってやっぱし逆高島屋パターンのところを意識しておくべきだとは思うんですよ。そういったところもちょっと次に活かしていきましょう。若ちゃん勉強になりますね。そうですね。だからその、上がることばっかり、目先のこう動きどうですかじゃなくて、なんでミスしたんですか、なんでミスしちゃったんだろうってところの方がより重要だと思うんですけどね。なんかその、毎回言ってるんですけど、みんな目先の動きであったりとか、これからどれが上がるんだろう、どれが上がるかなみたいな感じでその、探してるわけでしょ？じゃないですよね。過去なんでこれミスしちゃったのかってところがしっかりとクリアになってないと、同じミスを人って繰り返すので、そこの検証が一番重要だと思うんですけどね。あとは、同じミスを繰り返さないようにすれば、おのずとやっぱ勝率が数パーセントが上がる可能性があるんだから、そこがやっぱしポイントだとは思いますよ。逆高島屋パターンってやったーマンさ、そうだね。逆、爆撃戦略の動画を見ててください、そこに関しては。そこ見てたら、大体わかると思うので。200日線に弾かれてるなって、ここで一旦弾かれたもんね。昨日はね、結構ね、変化大きかったけどね。小田急、枝豆さん。枝豆さんの分析するのなんか久しぶりのような気する。9007。小田急、1550円で200部入りました。1550円で200部。いいんじゃないですか。ちょっととりあえず見ときましょうよ。少し時間かかるみたいな感じで。あとはその、ここも、さっきとトヨタと一緒で、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインと25日ラインを天井ラインとした、要はその長期っていうか、数ヶ月の下落波動を形成したわけでしょ。で、高値が、ここなので、1月の高値が7月の17日なんですよ。1月の高値が、ここで7月ね。で、3月急落前の高値が、9月24日。ここも電鉄系も、ちょっとその、全体的にしこりがあったりするので、
電磁スキャナーはこれ毎回言ってる通りなんですけど、長期ですね。数ヶ月先に上がってくれたらいいなってところを見てやっていくっていう感じだと思います。はい。夏に向かって。これは毎回言ってるけどね。なので、電磁系言われても、ちょっと2、3ヶ月の様子見てやってったらいいんじゃないの？みたいな感じのアドバイスになりやすいと思います。そんな感じです。何回少し上がってたって。何回は、だってあれはほら、いつものパターンじゃないですか。ボックスの動きなので。鉄道ファンとしては、陸運頑張ってほしいな。買ってないけど、って買ってないんかい 買ってないんかい。電鉄系は結構やっぱし投げられてたりするので、で、需給も重かったりするので、少し時間かかると思って、9月ぐらいまでに上がってくれたらなってところを見てやっていくっていうのが現実的なんじゃないかなっていうふうに思いますけど、個人的な見解としてはね、目先は目先で他の銘柄で取りに行って、電鉄系は少し時間かかっても、9月ぐらい優待取りに向かって、もしかしたら買いの手が入ってくるかもしれないっていうところを、要はその意識しつつやっていった方が、僕はいいと思います。そっちの方が多分気楽ですよ。そもそも3ヶ月ぐらい、9月ぐらいに上がってくれたらいいなと思って買ってたから、今安くてもいいだろうみたいな感じで。何何？勝者動きしたね。動き出したねって。勝者は強かったね、今日ね。上がってたよね、一部ね。何何？少しスライス入れるかな、明日の値動き見てって。需給はまだ重たいので、日経平均が一本調子にこう上がって4万1000超えて新高値みたいな、そういった形にはならないとは思ってます。時期は悪いんで、今日ちょっと 早めにさ、予定があったんで、ここ。動画撮影してから夕方公開してるんですけど、1時ぐらい撮ったのかな？今日ポテンザしに行ったんですよ、美容院で。ハイドラフェイシャルとポテンザ。肌ケアね。今日日照合計の信用倍率の最新データが出てて、僕今初めて見てるんですけど、信用改ざんがやばいね。6月権利銘柄弱すぎって弱いね。直近弱かったからね。指数全体っていうか、マーケット全体がね、大型株が。ちょっと月末も配当値近いんですけど、直近低位で動いてるよねっていう感じだよね。とりあえず米国株開くんで。ちょうど開いたね、米国株。見ていきましょうかね。指数。ニューヨークダウが80ドルぐらい下がってて、S&P500 が0.16%上昇。ただ、バンドオフ日柄調整っぽい動きだよね。で、ナスダックが若干小幅に上昇。で、ソクシスも0.7%上げてるという形かな。で、ドル円が159円の70銭台で、ビックスは依然として、ゴールデンクロス計測中っていうところです。で、個別銘柄ごとに見ると、NVIDIA だよね。一番気になるのがね。NVIDIA は、今、2.36%自立反発入ってます。3日間で15%押したからね、一旦その買い戻しの手っていうか、そういった手が入ってもおかしくないなっていう状況の中で、一旦反転上昇。ここでまた止まって切り返してきたら強すぎるけどね。どんな動きするか、ちょっと難しいですけど。で、GB 倍率とかもちょっと確認するんだけど、順番ね。上がっててくれないかな？ GB 倍率上がってるなぁ。今日は目先は一瞬、瞬、あの、今のところグロース優位に動いてる。GB 倍率上がってるので、今日の動きだけで言うと。で、上がってるセクターが情報通信。下がったので、プラス買い戻しの動き。で、コミュニケーションサービスセクターは依然として強い。一般消費財、ヘルスケアが上がって、下がってるのが昨日急騰していたエネルギーセクター、工業株、素材、マテリアルセクターに、生活必需品っていうところが、下がってるっていうところですね。で、アメリカの金利はちなみにどうなのか。2年債、5年債、10年債、20年債利回り。横横だね。で、個別銘柄の動きを見ると、ソーラーエッジが16%急落。最近弱いよね。再生可能エネルギー関連ですね。で、アルコアであったり、ホームデポ。ここあたりが利益確定売り。で、ホームデポが、下がってしまってるってところが多分影響してると思うんだけど、どれぐらいかな？ちょっと待ってね。この一銘柄だけでニューヨークダウ50ドル押し下げてるね。そうだね、50ドル。で、ウォールグリーンであったり、ウォールマート小売系ね。で、ユニティソフトウェア、フォード、キャタピラー。コマスト、アメリカ版のコマスですね、ここはね。高校さん、半導体電力セットで上がってほしいって。でも半導体今や、
最近やってないですけどね、前から持ってるやつだから放置してるんですけど、相当上がってるので、ずいぶん前に安いところで買ってるやつに関しては放置してますけど、新規にこう、最近半導体株買ってっていうよりも、安いところ買いに行ってましたけどね、バリュー株。酒屋さん、今日はディスコをチラ見して、ガクブル IHI でデイトレ中にソフトが止まってって。今日 IHI とか重工系やばかったよね、上。IHI ぶっ飛んだもん、10%ぐらい。えぐっと思って、7013やったっけ？ 7011 が重工で、13が、12が、カージュで、13が IHI やったっけ？引け高値でバチーンって決まってから9%ぐらい、9%、10%上がってでしょ。やばって思って。やばって思って。かなり強かったよね。で、反面、ディスコとかは、利益確定よりに、やっぱし半導体株押されたんで、NVIDIA 下がったんで、下落してしまったっていう状況。ディスコは5.55%下げ、パラボリック下落トレンド形成、決算も近いと、7月来月だね。鎌田さん、IHI ぶっ飛んだ。でね、IHI だからその安いとこで持ってる人だったら相当やっぱし今含み益また伸びてるんじゃないかなっていうふうに思いますけど。で、重工が7011でしょ？重工はこんな感じだよね。IHI 買っておけばよかったって。 IHI はね、あれで年末年始でしたね。昨年末、今年の年始ぐらい。そこあたりが、やっぱし、絶好の買い場だったんですよ。過去のライブ配信とかで話したんで、投げられてる銘柄の一角でしたからね。配当利回り4%。当時 PBR 1倍割れ。そこを、逃さず買えてた人は、今多分相当含み益があるんじゃないかな、っていうふうに思いますけど。まあ、今から追っていくのは高値掴みのリスクも考えないといけないからね、なかなか難しいところではあるけどね。一旦、そのデートでしながらやっていくっていうところだとは思いますよ。で、三菱重工に関しては、もう数年前から話に上がってた銘柄なんで、例のレポートでね、フストレポートでね。中国下落してるし、日本にチャイナマネー来ましたかねって。来てるのかな？いや、中国株が最近相当落ちてきてるんですよ、また。上海総合指数、深セン総合指数、こんな感じだからね。またドカーンって落ちてきてるわけでしょ？もう中国株ダメだってところで、売ってから日本株とかに、戻ってきてくれるなら、ほら、あそこの条件の一つが、戻ってきたねっていう形になるけど、日経平均2月3月の上昇要因が、やっぱりこの9項目だったわけでしょ？この9項目ね。で、空売り急増、ビックスのマックディ、デッドクロス形成、日経平均の情報修正、AI 半導体株の急騰、新ニーサ、チャイナマネー。一番下のチャイナマネーなんだけど、イサムッチさん、ビップメンバーは YouTube だけで有益ですか？パソコンなしで大丈夫ですか？メンバーさんがこれに対しては答えてください。僕が言うよりも、メンバーさんのコメントの方がためになるし、リアリティがあると思うので、メンバーさんがそこあたりはどうなのかってのを、ちょっとご協力いただけたらと思います。中国はえぐいよね。マイティさん、Welcome to Japan。もうジャパン。もっていうのは何ジャパンって意味で。ヤッターマンさん、今日日経ヒートマップは露骨に、左上銘柄が、エレクとかそっち系の方だったっけ？セクターパッて、でも、そっち系だよね。電気系っていうかそっち系だよね。精密機器とか。先物落ちてる？ラッキーって。先物落ちてる？先物別に落ちとっていいね。先物下が、日経先物下げてもいいから、バリュー株上がってくれたら俺は全然構わへんねん。ローテーションで。ええー、ね。今まで上がってるものが下がって、下げてたものが上がってくれたら僕は全然構わへんですけどね。そういった考え方で言ってます。ないない。日経の上げ下げはニュースになりますが、トピックスの上げはサイレントだからねって。はしご酒さん、そうですね。やっぱトピックスっていうのはなかなか見られないので。お、待って、ソックス指数の上げ幅が若干縮小？半導体株どうなってんの？ NVIDIA 3%ね。ARM は1%上昇か。今日のアメリカ市場の半導体株とか高安待ちましたね。しんちゃん、NTT 上がってるねって。NTT は一旦その自立反発が入りやすいところだったからね。あそこはまあでもほら、一応動画の中で言っていたところのラインで判定しているので、あとはボリバンの中央線25日にタッチした段階で、戻り売りがどんだけ出てくるかどうかってところを、警戒しつつやっていくっていうのが目先の NTT の取り組み方なのかなっていうふうに思います。目先ね。目先のね。まだ需給は悪いので。何何？ニコさん、せっかくもらって使わないともったいないと、文庫に翌編天目茶碗を見に行きました。東洋文庫も行きました。何の話してんの？ あげておくんなましいって。ねえ、ユダイナさんね、アームとかも上げてほしいね。でもこれって、短期じゃなくて長期なんちゃうん？
5年後、10年後どうなってんのっていうところを見ていけばいいんじゃないんですか、ワンちゃん。まあ、安いところで買ってる人は、温株にしてから、残りで握力強く持っておくでも全然構えへんだろうし、いろいろとそのやり方あると思いますけど、はい。需給いつになったら改善されるのかな？プロさんそれですよね。いや、需給悪すぎてから意味がわからん。だって、まあ、日照合計の信用改ざんが 4.9 兆ですよ。売りよりも買いが圧倒的に多いですよ。意味がわからんよね。あ、ちなみに今日勝率めっちゃ高いですよ。うん。みんなチャンネル登録頼むね、ほんまに。高評価ボタンも頼むね、ほんまに。ケインさん、物語広報3097。久しぶりに分析するような感じする。これを3450円で100株打診です。6月優待でも下がって上がりませんが、金利落ち後はもっと落ちますかねって。配当次第なんじゃないんですか。まあ、悪いチャートの形、悪いことが起こりやすそうなチャートの形なので、こういった動きになっちゃってるんですよ。200日移動平均線ラインと50日、75日、100日移動平均線の断続的なデッドクロス形成が連続でドンドンドンって入って、目先は悪いことが起こりやすそうな形になっちゃってるから、こういった値動きの状態になっちゃってるんだけど、配当利回りが 0.86% なので、配当落ち後の下落圧力ってそんなないじゃないですか。で、株主優待があるんですけど、これがなんだ、100株以上で3500円相当の株主優待食事券を贈呈みたいな感じで、まあ100株ぐらいだったらいいんじゃないんですか。うん、35万ぐらいでしょ。1割下がっても3万ちょっとなんで、3万5000なんで、はい。まあ優待狙いで多分買ってると思うので、100株だけ持っとけばいいんじゃないんですかね。丸源ラーメン！丸源。物語コーポレーション、いいね。いいね。いや、そのいいねじゃないよ。買おうっていう意味じゃないよ。丸源のラーメン大好きなんで、はい。まあ、とりあえず、次。指数見とこう、とりあえず。ドル円159円の60銭台、止まるところ160円パーンってもう潔く抜ければいいのに。為替介入してくるかどうかは分からへんけどさ。できないんじゃないかなと思うけどさ。160円パーンって上がっていいよ、抜けていいよ。なんでかって、最近なんか円安株高になってるから、今週円安株高の反応が、リアクションがちょっと、昨日今日と入っているので、円安になってくれてええで、今の状況なら。なんかワンチャン日経平均上げてくるかもしれへんっていうか、日本株上がるかもしれへんっていう感じなんで。NS バイリスが上がってるんですよ。これ。はい。これね、上がってきてくれたことは地味に嬉しいっすよね。米国株から日本株への優位性のシフトがちょっと見えてきてるんで、これがさらに上がってくれると、日本株優位。米国株はアウトパフォーム日本株がしてくる可能性あるよねっていう形になるから、米国株が下がっても日本株はあんま下がんない、米国株上がったら日本株もっと上がるみたいな、そういった流れ。で、あとGV 倍率がアメリカの方下がって、NT 倍率が下がって、トピックス優位になって、バリュー株バリューシフトして、グロースからバリューシフトが入って、トピックスが逆ヘッド&ショルダーの点線ライン、夕方の配信見た人だったらわかると思うんだけど、点線ラインを抜けて、上昇方向にバンドークっていうのが一番なんていうのかな、入ってほしいなと思ってる経路ですけど。個人的に。希望的観測も入っているので、そこに関しては、皆さん、自己責任、自己判断でご判断ください。ブリトグラさん、三井ハイテック。はい、ハイテックですね。6966。今日、6147円で、300株打診買いしました。ああ、おめでとうございます。含め益ですね。RSI の割抵抗線超えてきて、今日は強かったです。時期は悪いですが、高値から半年なので、3月高値だったら9月。うん。で、分割が目先控えてるんですね。8月末か。分割は転換点になりやすいので、そこ意識しながら。で、バンド、この動きなら、まあね、ボリバーの中央線パラボリック点灯してバンド終了サインで、ボリバーの中央線25日だとすると6700とか、そこあたりがちょっと見えてくる可能性があるんだけど、で、窓がちょっと開いてるので、その窓目後の下落も意識しつつ、ボリバーの中央線にタッチした段階で、要はその、戻り売りが出ないかどうかっていうのを、需給悪いんだったら、意識していくっていう形じゃないですか。ここのその6663にもし上がってきた場合、そこで上髭を目先その短期的なに伸ばしてこないかどうかってところが目先の、アドバイス。需給は、PR16.5、PBR2.25 倍、配当利回り 1.39%、信用改ざんがバチンって増えて、制度信用倍率が28倍で75万株。需給は重たいよね。戻り売りをちょっと意識しつつ、ここのラインタッチした時に、戻り売りが、出てこない。もし上がってった場合は、出ないかどうかってところを、確認しながらやっていくでいいんじゃないかな、っていうふうに思いますけど。バンド終了っぽい動きしてきてるからね。あとは、パラボリックマック D が上昇トレンドを形成すると、さっき言った経路。はい。で、バリエーションであったりとか、その他もろもろも見るんですけど。あー、なるほどね。こんな形ね。まあ、そうだね。ボリバーの調整25日、6647とか、まあ、そこあたりだね。今引いたラインあたりをちょっと意識。はい。
次。レモンさん2267。ヤクルト本社の購入を考えています。マクディゴールデンクロスバンドオークの西熊たち、このままバンドオークをしてくれればいいのですが。まあ一本抜けましたもんね。うん。直近のラインで言うと、ここだったのか。まあ逆ダイバージェンス出てましたからね。あ、まあ、ここはちょっと見えないね。ここはあの都合が良すぎるわ。結果の、あの、こっちだね。うん。マクディゴールデンクロス形成。で、ここ抜け、上げ、はい。まあ、そうですね。まあ引けた金だったので、うん。引けた金だったので、もうちょっと上がってきてくれたら嬉しいねってことですね。うん。はい、そうですね。ストキャはまだ上がりきってないので、ストキャが加熱気味のラインまで上がってくるかどうか。え、あと、これ200日まで上がったら、その時は一部スライス。ちなみに。目先こうグワーンって上がって短あの比較的短期間で200日までこう上がってくるようなことがあるなら一旦200日ラインで頭通って下がってくる可能性があるから、そこはあの意識ですね。はい。ヒロキおばさん、半導体は直近急落からの自立反発っぽいですね。そうですね。一旦やっぱしこの2日間で半導体株結構押したんで、そこでの自立反発が入ってるような形ですよね。 NVIDIA 3.3% 上昇ね。だからここまでは、あの、下がってくるんですよ。うん。ここまでは下がってくるんですよ。ゴリバの調整25日までは。もう、ここまでは、まあ、入ってくるよね。そりゃ、あの、バンド終了後の動きだからね。で、一旦、収まるんですよね。で、そこから先の動きが重要で、ボリンジャーバンドの中央線で、25日ラインでまた切り返してくるんだったら上昇波動継続なんですよね。で、5日と25日がデッドクロス組むようならば、まあ、壁ドンパターンをちょっと意識っていう形になると思うんですけど、目先に一目の壁が、あの、ここあたり反り立ってるから、もしここの5日と25日、日足が25日ライン下回って、5日移動平均線と25日移動平均線がデッドクロス組んだら、あの、下落の5波、要はその、一旦下がって上がって、ボリバの挑戦25日ラインで頭取って、こういった下げのパターンを意識しつつ、一番あの、出てくる発生確率が高いよねっていうパターンをそうですやるんだけど、ここ分岐点なんですよね。はい。典型的な瓶型。うん。典型的な瓶型ですね。アドバンストマイクロンデバイス、AMD はちなみに下落ね。半導体株は若干下がってる。ちょっと待って。僕のその、米国資産は、直近下がったんで、戻してきてるかどうか。さっき見たら戻してきてるんですけど、資産トップ、うん、いいねいいね、今日一日で相当増えてる、いいっすね。資産推移が過去最高更新してきてる、いいね。ちゃんと出す、ちゃんとはね、こうずっと右肩上がりなんだよ。うん。明日はボーナスと権利確定日だから上がるはず。明日はボーナス明日。夏のボーナス、もうそこの感覚がない。そっか、明日ボーナスなのか。そっか、世間はボーナスシーズンか。なるほどね。それで、あの、買いが入ってくるってこと。うん。もう、いいなーって。うん、そうですね。僕はもう、ボーナスとかそういったらもう、別にね、あの、仕事をもう、なんだろう、自分でしてるので、3年、4年間か、4年目か、今。はい。もうボーナスの感覚とかないですもんね。うん。何?ボーナスは月末ですって、ええー、ね。みんなボーナス入ったら何すんの?株買うの?何の株買う?皆さんに質問です。今狙ってる銘柄何ですか?チャットにコメントください。一人一銘柄ね。用意ドンでストップって言うまで。皆さんが今狙ってる銘柄、はい。ボーナスが出たら買いたいなというふうに思ってる今銘柄がありましたら、チャットの方に銘柄コードと銘柄名とか、入れてもらえると嬉しいです。明らかにね、なんか、これはなんか、違うよねって銘柄入れんといてね。うん。して株であったりとか、誰のためにもならんけんね。自分のためになるかもしれんけど、みんなのためになるような、要は、ほんまに、目先、これはっていう銘柄があったら、チャットにください。よろしくお願いします。うん。目先、今よ。今週ぐらい、いいしとこうか。はい。三井不動産、トヨタ通商、スクリーン、三井物産、FP パートナー、あれ ?FP パートナー、なんかなかったっけ?日水、ヤクルト、損保、日立、日本製鉄、任天堂、JFE、NTT、東海カーボンは相当安いね。うん。バンダイナムコは、僕大好き、ガンダム。はい。すいません。それはまた、株とは別のところです。はい。うん。また株とは別のところです。ここに関しては。はい。もうね、ガンダムは後ろに置いてある通り、好きなのでやってますけど、うん。好きなのでやってますけど、はい。みんな、そういったところが好きなんですね。
桃江さん、トヨタ、イオン、ダイキン、LTT、JP ホールディングス、なんで、商事が多いな。商社株が、やっぱ上がってるから上がってるところを狙っていきたい、いいんじゃないのって思ってるってところなんじゃないですか。安く持ってるんだったら、さらに上がってくるのかもしれないけど、琉球銀行 トマト銀行できた。すいません。地銀ですね。俺見たことない、それに関しては。動体視力すごって。瞬間流れてきて、同じ人が同じコメント、銘柄やってたんでね。一人一回決まりですね。そう。一回、一人一回。連投したコメント、やつはもうなし。ボーナスもらったことない、ボーナスを払っている側って、まあ、いいんじゃないですか。上に立つ立場というか、会社、マンボウさんだから、会社経営されてらっしゃるってことなのかな？ボーナス支払ってる側っていうことは。何々、双日、トヨタ、空売り比36.7、騰落レシオの6日が179.56なので、明日少し調整入るんじゃないかな。空売り比36.7ね、空売り比率見てなかった。見よっか。空売り比率が36点、そうだね、ショートカバーだね。今日結構ショートカバー入ってるね。見てなかった、そういえば。ごめん。ショートカバーが入ってるね、今日。空売り比36.7なので、新規にショートは確かに入りやすい。ショートカバー、だから、空売り比率が、こんだけ低下したってことは、また信用の日商合計の空売り算が減少傾向にあるってことですよね。要は、極端に増えてるような状況ではない。ところか、逆にワンチャン信用買いが新たに入っている可能性があるので、需給がさらに悪くなっている可能性があるよねってところで、ちょっとまだまだ重たいような感じなのかもしれない、我の方がね。二度付けは現金やでって。大阪やけって。そうっすね。100歩譲って、違う銘柄、2銘柄とかやったらまだあれなんですけど、同じ銘柄2連投とかなしで。レーザーテック、レーザーテックね。最近触れてもいないな、レーザーテックは。日経平均 EPS も若干下がり、切り下がってましたねって。若干だったらボスなので、そんな極、そうっすね。2359円に EPS が下がってるので、概算に1%ぐらい下がってるのか。1%ぐらい。ということは、3万、PR17 倍のラインが4万100円ぐらい。PR16 倍のラインが、3万8000円、若干割れてるところ。3万7800円ぐらい、800円、700円ぐらいまで下がったってところなのかな。アステラス製薬、アステラスも直近大きく下げてから少し切り返してるもん。アスパーダね、ケミカル系もね。配当利回り高いんですけどね。ケミカル系は、やっぱ我はちょっとまだ重ためですよね。抜けてきてくれたら早いかもしれないけど。マキドさん、この中で小先生の欲しい銘柄ありましたか？欲しい銘柄というか、もう買ってるので、欲しい銘柄は。上がってましたけど、持ってる銘柄は。だから、キャッシュ比率が今僕、15.8%なので、全部使いたくないんですよ、キャッシュ、いざという時のために。だから、もうある程度もう買い終わってるんですよね。昨日の夜のライブ配信でも言ってるんですけど、で、それが今ちょっと上がってきてるから、めぼしいのからもう買ってます、すでに。で、ワンチャンなんか、あったら、また買いに行こうかなっていうふうに思ってるんですけど、とりあえず目先は今持ってるので行こうかなっていうふうには思ってるんですよね。いろいろとパラパラ買ってったんで、欲しいところ。でも持ってる銘柄とかは上がってまして、今言ってる中で。どことは言わへんですけど、どことは言わへんですけど、行ったが最後、19が大幅悪化になっちゃうんで、そんな感じですね。というわけで、皆さん、今日のライブ配信、これで終わっておきましょうか。で、あと、ただ、目先、上がってきてるとは言っても、需給は、状況は悪いんですよ、需給は。信用買いが、今日のデータ見ても4.9兆円膨らんでて、売りは全然入ってないという状況でしょ。なので、需給は重ため、戻り売りはやっぱし出やすいところを、しっかりと忘れずにケアしつつ、今の上昇ちょっと楽しみに行きましょう。バリューがもうちょっと上がってほしいな。そんな感じです。チャンネル登録と、皆さん、高評価ボタン最後よろしくお願いします。あと、メンバー入り検討してる人、質問今日もいくつかあったんですけど、メンバークーポンの有効期限が残り今日は合わせて6日しかないので、動画の下の概要欄の方チェックよろしくお願いします。3ヶ月20%オフクーポンを格納しているので、お疲れさんです。撤収。